明日からやんでも南條沙羅は？はい、今回の企画はギネス記録に挑戦。私結構ギネスのさ世界記録のなんか図鑑あるじゃん。ああるね。中学生くらいの時にねそれを図書館で借りてすっごい読んでたのを覚えてるんだけど。ほうほうほう。どんなのがあるの？なんか覚えてるのある？世界一爪が長い人とか。はあ。世界一ウエストが細い人とか。なるほど。じゃあそんな中で今日サラちゃんは、はい、世界一何の人を目指すわけ今日は？いいですか、言っちゃって。言っちゃっていいよ。もう3つ挑戦しちゃうんですけど、世界一3つゲットしちゃう。はい。マジで？もう世界一3つゲットしちゃう。うわ、嬉しいわ、俺もなんか。じゃあまず1つ目の挑戦紹介いたします。はい。こちら。こちら風船でございます。まずね、風船を2つ膨らまします。その風船をヘディングして、地面に落とさずに何分耐えられるかを挑戦します。おお。結構難しそうだね、2個はね。はい。これ今ギネスは何分なの？1分9秒でございます。あ、結構短そうだけどやってみたら長いんだろうねきっと。日短くない？短いね、うん、でも36時間ぐらいやっちゃいそうだね。次、2つ目の挑戦は、はい、鉛筆を1分間で何本立てられるかを挑戦します。はいはい、オッケー。あの、片手ですよ、ちなみにこれは。あ、両手じゃダメなんだ。はい、両手はダメです。なるほど。片手でこう手立てていかなきゃいけないんですよ。これ今ギネス記録は現状何本？55本。あ、55本超えていきましょう。はい、超えます。はい、じゃあ3つ目は？3つ目は付箋を使います。ほうほう。この付箋を1分間で顔に何枚貼り付けられるかを挑戦していきたいと思います。なるほど。はい。それは何？自分に対していじめなの？いや、もうこれは世界の挑戦だから。そっか、世界の挑戦だもんね。いや、びっくりだわ、そんなこと挑戦する世界の人たちがいるんだね。そうだよ。どこ思いつくね。あ、ちなみにね、この今の世界記録は58枚でございます。あ、じゃあこれもまあ、あの1秒にね、はい、1枚ペースで、ね、1枚もで貼って、ってか貼れそうじゃない本当に。確かに。じゃあやっていこうぜ。じゃあ今日ね、世界3つ樹立しましょう。はい、3つ取りましょう、てっぺん。はい、それではやっていきます。レッツゴー。わお、意外と出すとボリュームすげえな。はい、ということで、はい、準備できましたか？できました。じゃあちょっと待ってね、タイマー出すよ今。え、待って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 、55分超える。はい、いくよ。はい。片手しか使っちゃいけません。はい、片手です。はい、いきます。はい、よーい、スタート。あの、もうこの時点で70出しました。これおかしい、この鉛筆おかしい。カル、なんで立たないの？ちょっと待って、ちょっと待って、本当におかしいよ。あれ、ほら、なんで？変えよう。え、待って待って、本当に立たない。え、待って、本当に立たない、おかしい。30秒経ちました。おっと。え、ねえねえねえ、やって、ほら、ほら、やって。いや、もう、マジ、一回やりなさいよ。え、待って待って待って、一回、全うしとけ。今、20、19、え、本当に立たない、ちょっと待って。挑戦いきます。はい、いきます。はい、よーい、スタート。あ、そのペースでももう5秒経ってる。諦めなかった。諦めないといい子止まるもんだね。おお、おいいぞ、いいぞ。あ、お、ちょっと、めちゃくちゃ真剣な顔してる。口開いてるし。あと20秒。55本いくぞ。55本。
55分いく？もういきそうじゃん、55分いきそう。あと40分ぐらい。55分10、9、8、鉛筆業者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 1終わりです。はい、業者が悪い。これ業者が悪いですね、うん、だって鉛筆がまっすぐじゃないもん。そうだよね、だって人類はさ、鉛筆買うときにまっすぐっていう前提で買うもんね。そうだよ、みんな騙されてるんだよ。ああ、まあ逆にだからこれはある意味そのね、みんな、皆さんに対してのアドバイス動画になりましたね。今日3つのうち1個でもね、樹立できればいいから。切り替え大事だから。そうね、これだって1枚でもできなさそうなやつだったから。そうだよね。そうだよ、次行こう。はい、次行きます。はい、行きます。2つ目のチャンスやっていきたいと思います。髪上げましたね。はい、やる気満々でございます。やる気満々だね、うん、面積を少しでも広げてね。そうよ。はい、そう考えるとさ、ツルツルパゲとかめちゃくちゃ有利じゃね。でも頭じゃないのそれ。あ、そう、顔か、うん、そっか、顔と頭違うね。そうだよ。バカでした先生。でも、うん、顔が大きければ大きいほどたくさん腫れるっていう。なるほど。よし、行きましょう。やっていきましょう。はい、じゃあ1分準備はいいですか。はい、大丈夫です。いきます。よーい、スタート。よいよ。決してこの子はふざけているわけではありません。めちゃくちゃ真剣に付箋をシューだな。うるしない。おおおおお、何か粘着。おっと、もういけない。目を隠すか。もういけ、いいけ、最後の方に隠すと思うな。もういけない。目を隠すか。おっと、あと30秒。あ、いいぞ。あ、もうそこか。もうそこに貼るのか。こっちか。そうです、そっちです。そっちに貼るよ。あと20秒。シューだろ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、終了。これはいけたんじゃない？いけてそう。これ50万いけてるね。いけてそう。よっしゃ、数えよう。いい、うん、剥がしていこう。剥がしながらね、1枚ずつ。じゃあいきます。はい、1、うい、2、うい、3、うい、3、4。24、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 24
作戦に出ました。はい。まあ、多分おそらく非公式なんですけど、まあ、これは南條さん特別ルールということで、はい、今回私が特別に許可しました。ありがとうございます。これならね、こうなんか実際にこう減っていく様子とかはね、自分でこう感じれるし、そう。取る時間も削減できる。いけると思う。なんかこう、もうね、こうやって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 やっていく感じで。いきましょう。それならね、秒でいきますから。70枚ぐらいいっちゃおうぜ。いくよ。はい。いきます。はい。よーい、スタート。すげえ応援してるわ今。いいよ。早っ。早いぞ。なんか線の上に貼ってるような気がするけど。いいぞ。40秒あと。お、え、結構いい感じじゃん。めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。残り30秒。お、今回は目を残す作戦ということで。そうです。非常に頭を使ってる回路。おお、ピンクがもうなくなるよ。ピンクだけで多分3、40ぐらいあったんじゃない。すごい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 。あと15秒。わ、これで2色の顔が出来上がってきます。何実況やろこれ。な、残り10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。お疲れ様でー。どう、確実に超えてんじゃないこれ。うん、いけそう。いきましょう。じゃあどうぞ。いくよ。はい。1、2、3、4。
29、30、31、32、33。すごい。35、36。36。嬉しいよ、ね、10点。嬉しい。嬉しい。お母さんみたいな気分だ。本当に嬉しい。はい。え、36か。こんだけ秘策コーチでも36なんだね。すごいね、あの人は。これさ、顔の面積関係なくね、もはや。顔がもしかしたらベタベタしてるのかも。もうワセリンとかしてて。そうだね。でも、付箋をもうフッてやったらもうピュッてつくような。確かに、これ投げつけたら全部ブルルってくっついちゃう。そう、それだ、絶対そう、それだ、絶対それだ。そういうことやろ、次またやろ、次アロハルパーで頭にやっていきましょう。顔あるアロファだけにする、そういう企画もありかもね。うん、いいかも。はい、ということで、はい、じゃあ2個目終わりです。はい、ありがとうございました。達成しませんでした。はい、はい、ラストの挑戦です。これがね、本命よ。これが一番最初にできそうだなって思って、運動神経的にってこと。そうそう、運動神経的に。いつものダンスのさ、うん、ね、シャッフルダンスとかなんだけど、そういうステップとかにですね、いきそうだなって。こうやってやるだけだもんね。そうだよ、それでやるだけで、ほら、もう4分ぐらいの絵が想像できる。いけんじゃん、これ。いけるで、とりあえずね、風船膨らますとこからやっていきましょう。はい、やっていきましょう。はい、ちなみにあれですか、風船膨らませられる人ですか。たまにいるよね、できない人。膨らませられます。あ、よかったよかった。膨らませるけど、あの、結べない人もいるじゃん。結べます。素晴らしい、全部いけちゃう。どういう笑い。もうちょっとか。よし、OK、 OK、 OK。 じゃあ早速やっていきましょう。できました。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあいきましょう。はい、よーい、スタート。お、いいよ、いいよ。あー、待って、もう一回話して。ちょっと待って、本当に難しい。ただいまの記録8秒。嘘でしょ。じゃあいきます。よーい、スタート。1 もう始まってるさ。4 5 6。あ、いいね。しっち。じゃあこれが本当のラスト。わかりました。本当のラストです。はい、はい、行きましょう。はい、よーい、スタート。1 2 3 4 5 6 7 10。よー、 OK。 しゃー、やった、やった。壁使ってたじゃん、最後の方。やった、壁最後押さえつけてたじゃん。それありなの。やってない、そんなこと。今日でもナンジュさんの特別ルール何回か発動してるから、これにおいても今のナンジュさんの特別ルールだったってことだよね。はい、壁で押さえつけて時間かかるけどする。壁なんかない。壁なんかないね、はい、ここは壁がない。頭でやってた、全部。素晴らしい。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。それでは皆さん、最後まで見てくれてありがとうございました。今回は3つ世界記録チャレンジして達成しました。いや、達成した。よかった。エンジンにとっては下の記録をね、充実ということで、はい、もう下回って。そうね、下回っちゃった。最高でございます。で、またね、なんか他にこういうの挑戦してほしいとかいろいろあれば、ぜひぜひコメントでどしどし送ってください。よろしくお願いします。はい、それではこの動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。 See you! バイバーイ。